2022年11月6日でございます。本日はまつりさんでございます。本日の午前中に病院行ってきて、抜歯をしてもらってきました。特に診察とかはなく抜歯だけしてもらって、であと電話で一応病理検査の結果もさらっと聞いてはいたんですけれど、紙面で結果を一応もらってきましたっていう形です。本日の病院代締めて530円。安っ。抜歯だけだとそんなもんなんですね。はい。まあ、傷口どうなってるのかなーっていうのを確認してみたいなーっていうのと、まあ、あと、爪切りをささっとしていこうかなと。本当は、手術前にする気だったんですけれど、すっかり忘れていて。なんか絡まってる気が。ああ、待て。ストップ。お腹の毛がないから、その分お腹めっちゃ熱く感じる。はい。まあ、それはさておき。はい。私も今初めて見るんだけど。はい。なんかちょっと裂けてない？ごめん。よいしょ。ちょっと待って。ちょっと待って、じっとしてないね。よいしょ。ちょっと毛が刈られてる状態で、傷口自体は塞がってるんだけど、なんかいじっちゃったみたいだね。ちょっと切れてる。こんな感じですね。今わかるかな、ちょっと上の方が、上じゃないな、真ん中の方、あ、わかるかな、ちょっと裂けてる横にね。気になってちょっといじっちゃったのかもしれないですね。ただもう出血自体は止まってるから、まあ大丈夫でしょう。そんな気にせんでも。なんか皮膚がところどころ汚れてんね。動画でわかるかな。まあ、今状態こんな感じですと。はい、爪切りします。よいしょ。ちょっとお腹の傷がどういう状況かわかんない状態で、ちょっと爪切り、こうやってひっくり返さなきゃいけないし、もしかしたら、変な風に力が入るかもしれないっていうのもあって、ちょっと、逃げられた。ちょっとね、爪切りをするのが怖いなと思ってて、放置しちゃってたんですよね。久々にちょっと、プープー言うてるし。すずかな？祭り？久々に対面ですね。あ、この感じ見ると、まつりさんの方が強そうかな。君はまだ爪切りいいよ。よいしょ。あ、ちょっと爪切り時間かかりそうだから、もうちょっと後でいいかなっていう感じだね。はい。まあ、ちょっと傷口の確認だけ先にさらっと。ムネさんはね、一番弱そう。多分だけど。まあまあ、関係性は、手術をしたところでそんな変わらずって感じか？まあ、みんなそれぞれ、ストレスなくやってくれればそれでいいんだけど。爪切りだよ、まつりさん、先に。ねねさんだけ、ちょっと、飼い主に寄りつかない感じなんですけど、実は。まあそこもおいおい。まあ2匹は、他2匹は、そんなに、飼い主気にすることもなくみたいな感じですね。はい、元気そうで何よりです。って
気持ちにすればよかったな、こんなことなら。元気そうだね。ちょっと平安報も実はまつりさん若干控えてたのでね、この10日間ぐらい。はい、この後爪切りします。